ワンチャイ、江南街、オンダロー。当李昌老師はここに。まずはワンチャイか。旅のお方、一曲聴いていきなされ。天運旅望歌って言って旅人の幸運を祈る曲だよ。お金を入れたらきっといいことあるよ。旦那様、どちらへいらっしゃるので？ああ、ワンチャイという場所を探しています。ワンチャイならあちらでございます。ありがとうございます。ウェルカム、ようこそ香港へ。面白いとこ案内しようか。坊や一人かい。泊まるとこ世話するよ。観光なら任してよ、安くしとくからさ。ヘイ、ハンサムボーイ、写真撮ってあげるよ。今写真を撮られたでしょ。え？あれ後で売りに来るわよ。しつこく言ってくるけど無理に買うことはないから。ああ、はい。気をつけてね。香港には悪い人も大勢いるから。わかりました。もし泊まるところに困ったらあそこの簡易宿泊所に行くといいわ。簡易宿泊所？いつでも無料で泊まれるのよ。ご親切にありがとうございます。こちらこそ。船が怖くて泣いてばかりだったこの子によくしていただいて。それじゃあどうか気をつけて。さよなら、お兄ちゃん。さよなら。確か葉月さんはワンチャイに行くんでしたね。はい。ワンチャイってどっちですか？ワンチャイですか？ワンチャイならゲートを出て右手にずっと行ったところですよ。ありがとうございます。残念だったな。掛け金はいただくぜ。ん？なんだ兄ちゃん。え？腕っぷし強そうだな。遊んでいかねえか。俺は人を探してるんだ。あいつに勝てば何でも教えてやるぜ。本当か？ああ、掛け金は$10だ。どうだ？ああ、よっしゃ、そうこなくっちゃ。兄ちゃん日本人だろ。名前は？涼。葉月涼だ。葉月涼か。よし、さあ入った入った。熱血野郎の登場だ。日本からやってきた侍ボーイ葉月涼。対戦者はリングを血に染めたメキシコの極悪レスラーヒメネス・ガルシャ。さあ来いよアミーゴ、手加減しといてやれよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返しだ。じゃあ行くぜ。レディーファイト。やるじゃねえか。ほら金だ。ここに行きたいんだ。ワンチャイか。ならそこの道をまっすぐ行きな。突き当たりに鳩の餌を売ってるじいさんがいる。鳩の餌？ああ、よく居眠りしてるよ。でそのじいさんのところを左だ。あとは道なりに行けばワンチャイに行けるぜ。そうか、分かった。ありがとう。どいたどいたどいた。なんだ。どこ見て歩いてんだよあんた。そっちこそちゃんと前を見て走ってるのか。あんた日本人だね。ああ、気をつけな。この香港でもたもたしてたら引き殺されるよ。ワンチャイはどっちだ？え？ワンチャイだ。仕方ないね。ワンチャイはさ。そうか。あんた名前は？りょう。りょう。あたいはジョイ。ま、ぜいぜいひったくりに気をつけな。